はい、こんにちは。ある方からね、マグロが届いたんですよ。そのマグロを紹介しようかなと思います。刺身用のマグロなんですけど、まあこれは、ね、奇跡のマグロって言って、また概要欄貼っとくんですけど、とりあえずねこれさばいていこうかなと思います。結構ね、これがトロで赤身、これがすき身、マグロのすき身ですね。多分あの骨からさっと取ったやつと、あとこれは中トロと、マグロの背トロ。じゃあ全部ね切っていきましょうか。はい、刺身の切り方が分からんけど、引くんよ、引いて切るんよ。あ、そうな。うん、引きながら切るん。ゲート開いたよ、ゲート開いたよ。あ、そう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 、もういい感じ。うん、上手上手。取って取って、さ、下手くそなってまいま。ん？取られた、下手くそになるが。ママ、タンスで取るよ。これが大トロ。まだかな。これが大トロですね。はい。これで時こう。横に。切りたい、みゆも。いくよ。はい。切れる？怖いな、薄すぎじゃな、うん、もうちょっと太く。え、薄い？え、こんなもんだろ。美味しそう、美味しそう。大トロ、なんか段々が入ってるとこがすげえぐちゃってなりそうになるな。まあこれ奇跡のマグロって言って、まあ神奈川県の三浦漁港でね取れた。最近通販が始まったらしくて。あ、そうなん。僕もねマグロ好きなんで。力加減が分からんな。はい、大トロ全部で折れました。じゃあ見てください、ここで。こう、うん、次がね、これ中トロと背トロっていうのがあるんですけど、とりあえず背トロ、うん、中トロ、あ、中トロでいい、中トロ。これってこの大きさのまま切るん？多分な。僕は切りやすいんじゃない？ん？切りやすい。うん、さっきの大トロが一番切りにくかったな。はい、ということでね、マグロをさばいてくれました。ありがとうございます。マグロできます。これがね、まず大トロで、これが赤身です。赤身で、これが中トロ。そうじゃ、これが中トロで、これが背トロで、これがねマグロのたたきになってます。はい、よし。これ醤油ね、相変わらず。これ倉敷市にある丸米醤油さん、醤油です。まずこれいきましょう。赤身、結構赤いよなこれ、うん、ザ赤身って感じ。いただきます。うん、うまっ。うん、うまい。味が濃い。うん、うまい、うまい。うん、あ、幸せ。こんなにマグロ食えるの。こんだけな、すごいな。全部食べれるんっていうくらいある。わかめ美味しい。これが切った、ちょっとねビーフジャーキーみたいな形になりますけど味は多分美味しいと思う。うん、
うまい。うまいね。ボケク。ボケク。うま。おいしい。普通にあれ。止まらんとか。普通にあれ。回転寿司より美味しい。やべえ。それ美味しいよな。それはさ、奇跡のマグロだけど。うまっ。うまい。奇跡。奇跡起こった。起こっとる。明日。行きましょうか。大トロ見てこれ。大、はい、トロ、刺しがいっぱい。やばいよなこの刺し。うん、しかもツヤツヤ。取ってこれ。いただきます。うん。うまっ。あ、これめっちゃうまい。ちょっとダブルで言ってもいい？うん、めっちゃうめえ。大トロ最後の方がいいかと。あんまな。な。大トロ多すぎて。分厚い。こんな店で食べたら何もするのこれ。うん。うまっ。少々いただきます。うん、あ、甘っ、甘い。大トロとは違う。うん、うん、めっちゃくそ甘い。あと俺が背トロ、背中のトロって書いてね。うん、うまっ。もう醤油なくなっとる。ん？醤油がなくなっとる。めっちゃ醤油染み込むんだよな。うん、入ってくるで盛り付けていきましょう。漬け丼綺麗に盛り付けれるかな。盛り付けのあれよ、センスがある。みんなセンスを見とるで。うまかったらいいよ。めっちゃ今日そいつだな。自分が食うやつやしな。これでじゃじゃーん、超豪華奇跡のマグロ漬け丼の完成です。いただきます。あー崩したった。いただきます。うんま。うまい。これはすると中落ちのマグロ。忘れてあげるね。中落ちのマグロ。うん、うまっ。うん、うまい。うん、こ
高速かき込みだな。ごちそうした、めっちゃ美味しかったで、ね、奇跡のマグロ食べてきました。神奈川県のね、マグロを食べてきました。これちょっと気になる方はね、また概要欄貼っとくんで、ぜひ注文してみてください。美味しかった。こんなにね、マグロをガーッと食べることないんでね、結構マグロ結構好きなんですけど、全部食べれるかなと思ったんですけど、またね、明日食べようと思います。はい、ということで奇跡のマグロ、よかったら食べてください。美味しかった。ごちそうさまでした。バイバイ。